浅井長政は賤ヶ岳に織田残党を打ち滅ぼした。その後武をもって全国を従え、ついには天下を統一した。だが天下人になった長政にも心残りがあった。金ヶ崎で信長の背後をつき、朝倉との義を守り、織田との義を裏切ったこと、お市の愛を犠牲にしてしまったこと、一期は夢、世は幻、長政は夢を見ていた。一、今目が覚めたよ。義とは何かのためのものなのだ。第五は金ヶ崎の戦い。この義、すべて愛のため。金ヶ崎にござる。我が方の進軍を知り、織田方は撤退を開始。このまま進軍を続ければ戦場はここよりの地数里と。夢か。長政様には義も愛も大切なもの、そうでしょう。一、それがしはこれよりそなたの兄信長殿を攻める。つらいか。いいえ。分かった。義に落ち信長を裏切るか、浅井長政。是非もなし。敵の勢い激しく、今は利がございません。恐れながら一度身をお隠しください。いざ尋常に勝負、押して参る。位置はそれがしの守り、それがそれがしの決意なのだ。進め浅井よ、信長を逃がすじゃないぞ。この戦義果たした。今は朝倉と共に攻めし、敵将打ち破れり。あっぱれ、止めて使わす。信長様を逃がせ。ここが手柄の立てどころじゃ。少しでも時間を稼ぐ、朝倉を攻めよう。信長め、隠れたとて無駄だ。この方位からは決して逃れられませんわ。わしの動き見切れるか。よすぎている神様、長政様の命令、朝倉を攻め、朝倉との義、長政様が織田の背後についてこれを定め、何を思う押して参る。
将打ち破れり。見事でございますな。殺し合いはつかん。また会おうや。敵将打ち破れ。あっぱれ。これで使わす。
今一度聞く。辛くはない。長政様には今大切なのでしょう。本当に優しい。最下孫一参上。てか出して参る。打ち破れり。惜しい。打ち破れり。お見事でございますな。死ねないね、世の女性が泣くから。長政様、私などに構わず。位置は何にも変えがたい存在。それがしはやっと気づいたのだ。明智の鉄砲術、とくとご覧いただきましょう。明智の鉄砲の腕は神業ぞ。急ぎ退社せい。いざ戦わん。腕前見せていただきましょう。Woo!
貴様に将軍の邪魔にぞ。敵将打ち破れり。見事でございますな。我が神器武となして示さん。敵将打ち破れり。お見事でございます。見事な手前引かせていただきます。楽しみなもののふよの。我が神器武となして示さん。信長様、今です。信長を見つけたか。長政殿、逃がすでないぞ。一条谷からの援軍に急ぐように伝えよう。Thank you.
することなり。果たせないとは。余が織田壇上の中信長である。兄上、互角の またぎ、義も愛も見失ってはおりません。さあ、信長の成功、浅井と共に見届けようぞ。この浅井長政、この度織田を攻めた朝倉への最後を聞いて下さる。これよりは兄信長の天下を助け、朝倉を討つ。敵将打ち破れり。うぬが武功褒めおこう。長政が裏切ったと。下郎をめけ、必ず織田も浅井もまとめて滅ぼすのじゃ。
我が真偽武となして示さん敵将打ち破れり長政様帽子できぬな。
我が真武となして締めさん真の勝利なのだ。この勝利、真偽の旗印とせん。これでいいの？長政様には義も愛も大切なものでしょ？私のために義を捨て、それで長政様は本当に後悔しないの？これでいいんだ。捨ててはいない。義も愛もそれがしの心に生きている。だが一応、その心は全てそなたのものなのだ。あなたのいつもあったかい。このぬくもりをずっとずっと感じていたい。これからはいつも一緒にいるよ、一。嬉しい、長政様。ぬくもりを。